はい、行きまーす。第一チームからお願いします。はい、江戸川乱歩、怪人二十面相を読みました浦大黒、如月誠一郎です。告知でございます。はい、まあ、こういうご時世ではございますけども、細々活動をしておりましてですね、4月21日、浦大黒では普段インプロ即興芝居もやるんですけども、それのワークショップを開催いたします。浦大黒インプロで検索していただくと、情報が出ると思いますのでご参加お待ちしておりますということと、4月の19日に、インプロイベントのおとぎ遊戯を予定していたのではございますけども、まあ、このご時世ということでネット配信、無観客でなんかやってみようということでありますので、4月の19日、お家で面白いもの見たいなと思ったら、検索していただけるといろいろやっておりますのでよろしくお願いいたしますということと、5月の7日から12日に、バカエンターテインメントさんというところで、格判というなかなかシリアスな難しいお芝居なんですけども、私警視庁長官役でお芝居をやりますので、お、はい、よろしくお願いしますということと、あともう一つだけ、あー忙しい。6月にですね、セクシー女優の奥田咲さん主催のどんどんチェリーという団体さんがありまして、そこに、出させていただきます。いろいろ如月誠一郎活動していきますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お、第2チームお願いします。第2チーム、本日、舞台で古川恵子作破天荒な小説新人賞を朗読させていただきました島田美和です。告知です。まず、毎週土曜日、4月から9月までの今期から、池袋 FM23 時からの15分番組にちょっと短縮しちゃったんですけど、いつも月夜に米の飯の第2土曜日の担当をしていますので、もしお時間ある方は聞いてください。あともう一つ、池袋東口劇場で、今年からあの私島田主催のオープンマイクコンパニオンをやっています。で、一応ですね、4月は4月11日の土曜日、あと5月は、3日の日曜日になっております。こちら2つは、まだ参加者を募集しています。で、4月は古川さん、さっきから後ろばっか見て古川さん出ます。出てくれます。で、詳細は一応ですね、まず時間が、12時半から16時、参加費が1,000円、持ち込み自由で、まあ、ランチ食べながらっていうそんな気楽な感じで OK です。で、オープンマイク1組時間が20分くらいまでになります。一応まあこんなね、いろいろ大変な状況なんですけど、一応続行しますのでどうぞよろしくお願いします。以上です。まーす、第3チームお願いします。はい、第3チームと第7チームですね、劇団つなぐ斉藤チーム、今回は私斉藤孝之と碇葵とです。ドキドキした。はい、劇団つなぐ斉藤チーム、今回は毎月後藤丸々さんの作品をやってるんですが、今回はシンデレラとイケるぞの2本をお届けしました。それでは告知があればどうぞ。はい、4月7日に、池袋東口劇パで、あやかうんせりんルームという、イベントに出演させていただきます。お時間が18時半開演で、チケット料金が、2000円のワンドリンク込みとなっています。そして、4月16日から19日に、池袋の、木星劇場というところで、朗読ライブに出演させていただきます。題名が青の中に赤い点という題名です。お時間じゃないや、チケット料金が、3900円が前売りのワンドリンク込みです。当日が4000円のワンドリンク込みとなってます。マスクも1枚500円ぐらいで布製のマスクを販売する予定で、チケチェキ
グダグダチェキチェキも1枚あの気に入った出演者の方と、一緒に1000円で撮れます。おじいちゃん役をやらせていただくので、もしお願いしますお越しください。そこ一番重要だった。はい、お願いします。はい、劇団つなぐからはいくつかです。はい、ここ池袋東口劇場で、2月から毎月、ワークショップをやらせていただけることになりまして、4月は18日の土曜日、1時から4時の3時間で行います。前と、まあ、このご時世なので、まあ、1時から4時ぶっ通しでやるかちょっと細かくやるか分かりませんが、ワークショップやりますので、ご参加ください。基本、基礎を中心に発声とストレッチは必ずやって、台本の読み方と、実際に演じてみよう、朗読してみようなんていう基礎的なことをやってますので、参加費は1000円です。よろしくお願いします。あと大田区蒲田でも毎月やってるんですけど、ちょっと4月は場所がもうほぼ全部埋まってて取れないので、また5月になりそうですが、蒲田と池袋のワークショップ劇団つなぐ、よろしくお願いします。それから、同じく池袋にある池袋 YRPG シアターというところで、お笑い芸人インドのリンゴの主催の YouTube 番組をやってます。僕はつながるチャンネルという番組を毎週月曜日6時から6時半でやっております。お笑い芸人インドのリンゴの書き下ろしを僕が毎週ひたすら朗読する YouTube 番組ですので、つながるチャンネルで検索してください。よろしくお願いします。あと、まあ、毎月劇場さんで後藤まるまるさんの作品をやってますので、まるまるさんの作品一緒にやってくれる人と、つながるチャンネル一緒に朗読してくれる人を募集しております。よろしくお願いします。あとは、僕も4月11日のコンパーニョには出る予定です。 ありがとうございます。以上ですかね。あとショートムービーなんていうのを最近ちょっと劇団つなぐで勉強しながら撮ってるので、その出演者も探してってるっていうか募集してますので、劇団つなぐチェックしてください。よろしくお願いします。で、今日はありがとうございました。ありがとうございました。第4チームお願いします。はい、第4チーム、注文の多い料理店を呼びました。テツさんと申します。私は YouTube のチャンネルを持っていますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。そのチャンネルの中で、映像に出たい人を募集してますんで、私のツイッターに出たい、出させろって書いてくれれば はい、出しますんで、もしコメント書いてください。今日は初めて、久しぶりに、出ました。ありがとうございました。第5チームお願いします。はい、はじめましてでした。藤崎潤と申します。今回は、オリジナルポメラニャンパンさんという方が書いてくださったキャンセルという、作品を読ませていただきました。普段は、まあ、役者とか声優等の活動をさせていただいてますが、趣味でずっとタロットカードで占いもしているので、もしよろしければ、はい、私のツイッター藤崎潤、藤の花の藤、リンク貼る、リンク貼る。ありがとうございます。お願いします。藤崎潤の、ツイッターで相談等々受け付けしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。と、告知につきましては、今まだちょっと延期しているものも多々あるんですけれども、いかが、まあ、いいですか？言わない方がいい。はい、了解です。はい、またそれぞれにつきましては、その藤崎潤のツイッター等で、告知させていただいたり、あとは、第2第4金曜日市川うらら FM というですね、コミュニティラジオなんですけども、そちらの方でクローバー四つ葉の歌という、ラジオ番組も持たせていただいており、MC として、活動させていただいてますので、よろしければそちらもチェックしていただければ嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。よし、お願いします。はい、第6チーム、うん、古川恵子です。今日は自作の給食勇者読ませていただきました。これは給食当番さんという方の曲にインスパイアされて書いた台本です。で、告知の前に一つ言いたいんですけど、最初はグーっていうのがコーンされたのが志村けんさんで、
最初はグー、またまたグー、怒りや長介、頭はパー、正義が、正義は勝つ、じゃんけんポンっていうのが壊されたのが志村けんさんなんですね。なので今回その志村けんさんへのオマージュで、あの正義は勝つっていうのと、あの最初はグーじゃんけんポンっていうのを入れさせていただきました。はい、私今あの、ね、近くに住んでいるので、志村さんのお膝元の近くに住んでいるので、ちょっとそんな感じで入れてみました。おで、告知なんですけど、4月11日、島田さんのオープンマイクコンパニオン出ます。ありがとうございます。台本が間に合えば、島田さんとコラボする予定なので。おあとまだ全然公開できないんですけど、7月と8月に朗読の舞台が控えておりますので、またそれはおいおいツイッターでお知らせします。で、あのツイッターのリンクが多分出さないってそこあのツイッターのリンクが多分概要欄にあるので、ぜひツイッター見てみてください。それだけかな。ありがとうございます。はいはいはい、じゃあね、それぞれの方たちリンク貼らせてもらいますので、この動画を見た皆さんも、ぜひ、動画の説明文のところをチェックしていただければと思います。ではでは皆さん、画面に向かってバイバイお願いします。バイバーイ。下には出されっちゅうの